ある程度準備はしてるんです。なので15分やけどちゃんとパッキングはできると思う。でもね、いろいろ喋りながらやっていきたいね。何を持っていくのかっていう、いや喋りながら15分でできるのかな、これを持っていきたい。ちょ、この辺は一旦アイラップに入れさせて。急いでるけど忘れ物はないようにね、しっかりねチェックしましょう。まず一旦手持ちの方、使うバッグはこちら。あ、そうや、なんでパッキングをしてるのかっていうのも喋ってなかった。もう急ぐとねこうなるんですよね、何を喋ったかわからなくなるんですよね。一旦落ち着こう。一泊二日で弾丸ユニバ旅、ユニバへ行ってきます。まあじゃあ手持ちにまず何を入れるかなんやけど、ハンディファンね、これは欠かせません。これは私去年無印良品で買ったやつ、これはもうほんと欠かせないんです。そしてお財布、お財布はキャセリーに。財布もね小さめがいいんですよ。コンパクトにしていきましょう。でレシートを抜いておく。うん、レシート入ってなかったです。そしてあともう手持ちに入れちゃう日焼け止め、ベルディオ UVM ジェル、日焼け止めジェル顔体用、こちらは SPF50+PA4+ なので、これを持っていきましょう。お肌に優しいってやつですね。私ほんとなんか年々ねお肌がちょっと敏感になってきてて、あまり刺激の強い日焼け止めとか使われへんねんけど、だからこれはね大丈夫。あで一応使うか分からへんけど持っていくやつね、これあのチュチュアンナで買った日焼け防止のやつ。あかん、もうな、急いでたら名前が出てこへんくなんで、テロップで補足させといて。これなんていうんやったっけ、日焼け、日よけ、日よけ手袋みたいな。これちょっとこっち入れる。そしてですね、こんなタイミングであの生理が来ましたので、はい、ナプキン持っていきます。もう2日目3日目ドンピシャリ、はぁ、そう腹の調子を頼むから落ち着いてくれって感じなんですけど、そんな話は置いといて。でこちらがお化粧直しとかいろいろ入れてるポーチね。今思ったけどさ、私全体的に遠かったな、ごめんね、ちょっと遠かったの。こちらポーチの中に何が入ってるかっていうと、ティッシュ、鼻セレブです。そしてこれはねリーゼのリセットパウダーです。前髪にはたくパウダーで、おしろいとしても使えるってやつなので、夏場ね前髪がベタついたりした時これでリセットできちゃうっていうパウダーでございます。でこれでリセットした時にちょっと前髪がね広がったりするから、それを抑えるのがこちら黒ケープあるやんか、それのこのスティックタイプが出ててさ、これマジで優秀すぎてびっくらこいてます私。ケープ、前髪マスカラ、ヘアスタイリング、ケープで固めた時のような前髪のカッチリ感になるんですよこれやったら。そして私ね前髪ちょっと浮きがちなんよね、アイロンとかしても。でもこれでサッサッサッってすると浮いてた前髪もちょっと抑えられて良きです。そしてあともうこれは欠かせないですね、無印良品の髪おしろい、油取り紙におしろいがついてるってやつで、リーゼのリセットパウダーとはまた別でね使います。そして唇のリップ、バセリンのやつね。今日塗ってるリップはこちらです。ティルティルのウォータリズムグローティント07番。ティルティルのティントマジでいい、これめっちゃ発色良い、一度塗りでこれですよ、恐ろしいや。はい、そして相変わらず愛用してるディオールのこのオイルね、ディオールアリクトリップグローオイル12番ローズウッド、これは何度おすすめしたか分かんないやつですね。本当に唇にねブルブル感を継続させてくれるのでとても好きです。もうなくなりかけてんねん。で、あと、クシやろ。前髪の乱れは精神の乱れ。特にテーマパーク行ったらね、もう風とかですぐ行かれるから、もうクシとね、この、こういうケープで固める系は必須です。で、あとこれトラベル瓶ね。酔わないようにトラベル瓶持ってきます。そして、あと、バファリンルナですね。痛み止め入れてます。あと、ネイルオイル。そして、ガム。まあこんな感じで、ポーチの中身は入ってます。明日ユニバ行くねんけど、今日はね、3時にホテルチェックインするから、とりあえずその3時までにね、間に合わせて行かねばならんって感じですね。だから明日はもうちょい化粧道具が増えるかもしらへん。アイラインとか入れていこうかな、どうしようかなって感じなんやけど、それはまたね明日考えようと思います、何を持っていくかは。まあでもそんなもんかな。あとはカメラのバッテリーとか三脚とか持っていこうと思います。これも手持ちの方に入れとく。もうねこのカメラ用品がね本当に重たいの、肩ちぎれるかって思うぐらいね結構重たいんやけど、まあ私ね力持ちやからそんな苦じゃないねんけど、まあ本当ね、もうすでに結構重たいですね。そこに私はモバイルバッテリーとか入れるもんやからね、もう本当にとんでもなく重くなります。でも今日は新幹線乗って充電できるから、モバイルバッテリーはこっち入れます、キャリーの方に入れます。まあでも手持ちに入れるのはそんなもん。ハンカチや轟ショート持っていきます。あーそうや、ほんで私は香水を詰め替えたかった。これダイソーに売ってる、何やったっけ名前が出てこへんね、いつもこれのね匂いが好きなので入れ替えます。サンタールエボーテティ、オードトワレホワイトティーの香りです。マジでいい匂いやねん。あーほんまにいい匂い。
オードトワレなので香水独特のねきつい感じがないんよ。匂いもねそんな継続しないんですけど、こういう感じで注入できるやつです。でここで見えてんのよ、どれだけ入ったかっていうのが。これをね満タンにしていきます。ホワイトティーの優しい香りがねとても心地よいんです。これのピローミストを持っててめっちゃいい香り、いい眠りにつけると思って同じやつのオードトワレが出てるっていうのを知ってこれを愛用してるんですけど、本当にいい香りなんですよ。これもねだからポーチに入れておきます。香水のどぎつい香りがダメなんだよなって方はこれおすすめ。ん？あ、待って、あと6分ぐらいやね。あと6分でなんか歯ブラシ出てきた。なんこれ、あと6分ぐらいで完成させなんか。ちょっと待って明日のこちらはお洋服ですね。ちょっとまだねお洋服何にするかっていうのを確定してへんのよ。だからね何着か持っていきます。で、はい、三脚ね、三脚とかあのこの自撮り用品とかねいろいろ持っていきます。でこれはアクセサリーを入れています。アクセサリーっていうかなんかヘアゴムとかヘアアレンジ用のヘアゴムとか指輪とかをここに入れてます。で一応マスクね、マスクをこっち入れとくやろ。ここはねスキンケア系入れてます。ちょっとサクッと紹介しようか。私が入れてるのは美容液、保湿クリーム、顔に塗る日焼け止め、これダルバの緑色のやつですね。あとまあビタミン C とか顔に塗るビタミン C、ケープ、電動カミソリ、保湿のこのなんかスプレー、メイクの時とかに振るメイクキープミストみたいなやつ。あ、ほんでウォンジョンの先生のアクアブループライマー、これ化粧よりしたくないところとかに塗るといいやつ、これ持っていきます。あとはパウダーとかそういうのを入れています。で化粧水はもう朝晩全部パックしたろうと思ってどでかいやつは持っていきません。一応これぐらいのね小さいトラベル用の化粧水を持っていこうと思ってんねんけど、どでかいのは入れてません。であとはこれはミー&ハーのミルキーグロウジェル、髪の毛まとめる用のやつと、あとヘアオイル、スタイリングのヘアオイルを入れています。でここにはパックとか、はい、シャンプートリートメント、歯ブラシ、歯磨き粉ついてんねんけどね、ホテルのアメニティで。ホテルの歯ブラシちょっと硬いからだからたまに血出たりすんねん、だから持っていこうと思って今回は入れてます。でこれあのクレンジングタオルのちっちゃい版ダイソーに売ってて買いました。これキョカリンがダイソーにちっちゃいの売ってたねって教えてくれて買ってきました。であとあれ糸ようじとかも入れてる。あとはタオルドライ後に塗る流さないヘアトリートメント、であとこの辺がクレンジング、洗顔、ボディーローション、ボディークリームとかもろもろ入れてます。であとコンタクトってな感じですね。なんか100均の詰め替えアイテムとかに入れてる。閉まるか、パック入れたら閉まらへんくなるか。パックはねあのルルルンの紫色のやつ持っていきます。ちょっとほんまはね一個一個小包装のパックを持っていきたかってんけどなくって、なのでこれを持っていきます。まあ、東京駅にねアイストルペがあるから、あのスキンケアとか売ってるとこ、そこ酔えたら酔いたいけどな、時間どうやろう、だいぶ余裕を持っていくのは行くねんけど、私あれや寝巻き入れてない、ついてるやろうけど寝巻きで。あとこれ大事ね、充電器系、カメラの充電器とか、この辺はアップルウォッチの充電器とかそういうのを入れてます。あとハンディファンの充電器、これマジで大事。あとクシやろで、ヘアアイロンね、ヘアアイロンちょっとタオルで任せて、急げ急げ急げ。あ、ほんでこのモバイルバッテリーね、おしぼり、おしぼりマジ大事。あ、ほんでナプキン足りひんかって嫌やからこれごとだと持っていきます。ほんで大事、メガネ、はい、メガネ入れて、あとこれはポーチに入れてないけど一応リップ。あ、ほんで明日のタオル、待って、私これ入るこれ下着とか靴下とかインナーを入れてるやつなんですけど入る、いや入るかどうかじゃない、入れるか入れないかよ。全然入りそう。水持っていきます。あ、そしてエアポッツじゃない、アンカーのねワイヤレスイヤホンを買ったんですよ。で私ねエアポッツついになくしてもってさ、そんなことあるって思うやろ、ほんまに。私も思ってて、エアポッツなくす人がおるっていうのは聞いてたけど片耳ずつ失っていきました。ほんで充電も切れてもってもう探されへんくなってしまったんですね。なのでね、アンカーのやつを買ってみたんですけど良いです。よし、ちょっともう忘れへんように iPhone 先にここ入れます。でパソコンで寝巻きやねん、寝巻き、可愛いので寝たい、可愛いので寝たいからゲームの動画撮るとき用に買ったプニューズのこれ、これ持っていきます。あと、あれ、私がいつも入ってるなんでないの、ズボン乾燥機の中にぶち込んでたわ。これで私のホテルでの部屋着 OK です。で、あとは頑張って入れろ、入る入る入る、いけるいけるいける、急げ急げ急げこのキャリーはね、どこのものか、あのテロップで出しておきます。楽天で買いました。パソコンはここに入れれるので、よいしょ、オッケー。充電器を入れるとすごいパンパンなんよね、こいつがでかいのよ、これだけちょっと入りにくいよな。うまいこと入れれるか
し、パツパツなんよ、ほんまもう。オッケー、できました。というわけでこれで爆速パッキング完了です。ミッションコンプリート。それじゃあクーラーの電源消して行ってきます。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。カメラも忘れずに持っていく。電気もしっかり消す。はい、クーラーも消すよ。はい、窓の鍵閉めてるな。待って、危ないとこやった。ガスでポンチ忘れてる。なんでこったい。危ねえ。よかった、気づいてる。ちょっと待ってよ。フリーズの紙袋が可愛くって大好きです。ここにこうやって入れて持っていきます。大丈夫、私忘れてないよな。他大丈夫やな。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。それでは行ってきます。危なかった。